Let's go!皆さん、奇跡起きました。500を、歩いて500帰ってくるっていうやつやってて、ちょっとノリで、1キロみたいな感じで、1キロ走って、1往復して、でまだちょっと余力あったんで、もう 500m 行っちゃえっつって、でまさかの 1.5 キロノンストップで走ることができました。やばいよマジで。それいけちゃった。でまたとりあえず500歩いて500帰ってきてっていうのをとりあえずまた繰り返したいと思います。10日目もとりあえずは順調です。こちらからは以上です。僕靴底カチカチのスタンスミスでずっと走ってて、ちょっとライバルがこれ履いて一回履いてみなっていうんで、ちょっとこのアディダスのこの乱収的なやつをちょっと一回、まあこれもなんかそこまでの乱収じゃないらしいんですけど、履いてみて、見てちょっとこれ一瞬履いたんですよ。やばいっすねマジで。もうなんかね、靴底がグニョングニョンなの。靴底グニョングニョンで、もうこれ多分 1.5 から2キロぐらいノンストップでいけるやつだよこれ。全然違うんだねやっぱり。でもそれだけなんだけど、悲しいお知らせがあります。もう
ディストリバーを去らなければいけない時間へとなってしまいました。とりあえず10日目冷たいなんか冷やしざるうどんみたいな食いたいですわ。お腹減ったな。それでは皆さん、以上ヌーディストリバーからでした。伝説のヌーディストリバーからでした。10日目終わります。明日ちょっとコース変えていきたいと思います。全然気にしてなかった。僕の立場だ。あそこは知ってる。